はい、こんにちは。ファンタスティック小説家でございます。あるいは武蔵野 FA 長でもございます。本日は2023年7月の26日水曜日、時刻は21時ですね。まあたびたびやってる門川から郵便物が届いたっていうものでございます。というわけで、はい、また毎度おなじみのこれからのサイズ感のものが届きました。実は1週間くらい前に、1週間以上前かなくらいに届いてたんですけど、そういえば開けるの忘れてたなってことで、よいしょ、ちょいと開けてみたいと思います。というわけで来ましたね。はい、今回もドラゴンノベルス、違う、ドラゴンマガジンか、はい、ファンタジア文庫が出している雑誌でございます。あー、まあ表紙はスパイ教室ですね。見てください、まるでデイリーミッションがあるダンジョン生活の第2巻ですねの情報が掲載されております。いいですね。毎度おなじみのポスター、スパイ教室ですね。よいしょ、めちゃめちゃでかいポスターまた来ました。よし、んで、これがなんかさっき第1巻の帳か、一家復刻デザイン、はいはいはい、ノートパッドってなってます。そうかそうか、なんだ、てっきり一冊フルメタルパニックの第一巻がついてきたのかと思ったんですけど、さすがにそんなことはなかった。ここら辺ですね。はい、ドラゴンマガジンの9月号でした。はい、というわけで、もう一つご報告がございます。来たる8月4日ですね、2023年8月4日に、俺だけが魔法使い族の異世界という、はい、新刊が出ます。ドラゴンノベルスから、はい、出ます。ファンタスティックではなくて武蔵野 FA 長の2冊目でございます。ここまでたどり着くのにちょっとまあ時間がかかったというか、そんな感じなんですけど、まあでも去年の受賞、2022年の10月に受賞した第4回ドラゴンノベルスウェブ小説コンテストの、大賞作品なんで、まあ10月に受賞して8月に本として出るってことで、まあ10ヶ月くらいかかったんですけど、そうですね、もう去年の10月に受賞したのが随分過去の出来事のように感じますね。時間が流れるのはすごく早く感じます。はい、なんとか頑張って書き上げたんで、面白いものがないとなってると思います。よかったら書店じゃなくても Amazon とかそんな場所でも、はい、どこでも買えると思うんで、ぜひぜひ購入を検討してみてくださいませ。というか買ってください、よろしくお願いします。はい、というわけで今日はこんな感じですかね。まあ近々新刊の情報とかも出せるかなっていうふうに思いますので、はい、その時はまた動画作ろうと思います。では今日はこんなところで、ご視聴ありがとうございました。